え、何しに行ったんだ。さてじゃあ今回もねマリオパーティー8やっていくわけなんだけど、タックマッチだね今回も。ただし今回はタックマッチ、ただのタックマッチじゃ終わらない。そう、まあまず俺はルイージじゃないですか。でお任せ。また随分なんかスーパースターズを思い出すようなメンツだな。まあ、というわけで、このチームで戦っていくわけなんだけど、まあ、この中でチーム組めっつったらさ、デイジーが一番なんか、コンビとして良さそうだよね。なので今回デイジーでやっていくわけなんだけども、まあ、ボーナスターありで、ここまではま、普通じゃないですか。で、まず、自分のチームのね、このデイジーを弱いにしますね。で、コンピューター強いプラスで、果たしてこの状態に勝てるのかという、まあ、今回検証みたいなもんですね。まあ、さすがにちょっとミニゲーム2対2で勝てねえ可能性が出てくるから、普通に負ける気がするけど、どうなんだろうね。まあ、すごろく運次第だね。どこやるかな？やってないのこの3つなんだよね。この V 字のライン。この V 字のライン全然やってないんだけど、どれやるかね。だったらのこのこのハッピーターンやっていく。でもコインに左右されるんだよな、ここ。まあ、やってみるか。じゃあやってみよう。負けたら負けただよ。で、あいつら何面白仲間っていうなんかタイトルつけられなかった？あいつらチーム名。何面白仲間じゃなかった？まあ、確かに存在は面白そうだけど。で、なんだこれ。あ、そっか、銀行二つ分だからあれなのか。なんかね、二つ並んでんだな、あのマークの、なんか銀行の前になんかついてる金色のマーク。一瞬金かと思ったね。音ごめんなさい、今ピーヨンが入ったかもしれませんね、ほんと。編集中の俺ごめん。編集中の俺ごめん。ちょっと負担が増えたかもね。で、どうも。いやあ、さあ、キノコたちが、キノコじゃねえや、ノコノコたちが暮らす街で目指すは、ホテルをハッピータウンだ。この程度説明はいりません。それでは、単純巻きます。サイコロ行くぞ。サイコロは強さの運は関係ないらしいので、強え。コンピューターの設定弱いはずなのに強え。出た、アミーボー。1番デイジー。2番ワリオ。3番ルージー。4番キャトリン。はい、というわけで、金を20コインプレゼントします。正直2対2のミニゲームでどれだけ勝てるかな。それではスタートが一番近いホテルはどこだ？右左曲がって、ここだ。まあ、ルイジー立ち返したら右。1コインでオーナーになれるんだ。多分。さあ、それでは始めるぞ。レッツパーリー。ビゴー、ビンゴー。じゃあ行きましょう。帰れ。いや、誰が帰れじゃん。行け。というわけで5、まあ5ですか。どうです？金落としてませんね。あ、コロコロキャンディーじゃん。いいじゃない。いいもんゲットしたじゃない。で、どれが預けるかね。いらっしゃいませ、デイジー様。この寺、あと一問のあとのものになります。早いですね。で、何コイン言えます？全額ですか？早すぎない。即決にも程があるだろう。あ、いいね。ホテルのオーナー、偶然カップルズができました。偶然カップルズ。俺たちカップルだったの、そもそも。それ知らない。20枚超えたらホテルが大きくなりました。で、スターゲットね。ビンゴー！オッケー、いいね。サスビンゴー。じゃあ今回割と金を奪うのが結構前提になってきてるな、俺たちは。俺たちの戦い方、相手が金を奪う。さあ、ワリオ4とか出せ。1とかでもいいよ。でっか。で、こいつ全額納品すんのかな。これコロコキャンディー俺使われるかな。でもまだ3個しかねえしな。こいつも全額預けるのかな。これ全額同額預けた場合ってどうなんの。あ、21コインであれなんだ。コンピューターちょっと脳筋すぎない？ちょ、コンピューターちょっと脳筋すぎないかね。でも二人で共有財産だからね。そっかそっか、あいつの方がキャサリンは入れられるわけか。なるほど。だったら俺キャサリン入れさないようにするはいいんだが、とりあえず、出してよ。でっけ。俺も出せよかった。で、ダブサイ。オッケーオッケー。で、俺ここ全額納品したら良さそうだな。全額納品して、キャサリンが入れる額を入れさせないようにコイン入れときます。ちょ、コイン入れといて、全額入れときましょう。オッケー。一応全額入れて、あいつに入れさせないようにしておきましょう。偶然カップル様でございます。で、5、4、3、2、1、オッケー。4、3出せばここでラッキーマス止まれるのが。で、次。おやだ。早くしろ。え？こいつ、そっか。デイジーから金を奪う気か。それで俺たちに納品する気だ。これで1とか出たら面白いんだけどな。なんだったろうね。俺が1出ればいいなと思うとあいつ1出すな。でもこれまずいな。逆に遅めで金を回収されたらそれ納品されて奪われるわけでしょ。それ結構めんどくさいね。結構考えなきゃだね。でもあそこで全額納品するとみたい、あいつは。でも4人用ミニゲームは出てるんで、もうルール説明は不要。なんだ？あ、金集めだ！この金集めはだいぶあれだからね、重要だからね。俺どこだ？下か。オッケー、下ね。オッケー。で、こっち行って、で、ここの端っこにいれば金ゲットできんの。オッケー、オッケー、オッケー。で、こっち行きの。はい、オッケー、ゲッティーの。で、金がどっちにあるかちゃんと見極めなきゃいけないから。で、危ねえ、トゲゾーンに当たりそう。これどっちだ？こっち、あっちか！わかりづらいな。こっち
ちか。あーポン、オッケー。でこっちポン、オッケー、いいよ。でデイジー全然取れてなくね。そっか、あいつ弱いだからか。あいつ弱いだからか。あ、そっか、弱いって。そっか、ミニゲームは弱いんだったな、あいつ。やばいね、これ俺が大頑張って金回収しないとやばいな。でこれでこっち側とかないな。あー、くそ、こっち側ないのか。まあ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 、いいだろう。で10枚取れてる、11枚。あいつぶつかってねえか、大丈夫か、デイジー。でもちゃんと7枚確保してんだね。今上見る余裕あるわ。でこれ多分こっちでこのままピョン、オッケー、15枚。まあ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 、枚数的にはほぼ同額と言っても過言じゃないんじゃないか。いいね、仲いいね。なんだかんだ仲良さそうだよね。え、これ何枚加工できた。いやでも相手の方がまあ4枚多いのは、まあまあまあ、でもだいぶ追いついたんじゃないか。いいね、いいね、いいね。でこれでデイジーが何のサイコロ使うか、コロキャン使ってまた1とか出すのやめてもらいたいな。だったら近い俺が使った方が絶対いいからな。使うんだね、うも言わさねえね。でまあどっちみちね、あそこのホテル取られるだろうからな。うん、すごいね、デイジー若干無理あるな、コロコロキャンディー。お前ら何しとん。お前らコロコロキャンディー無駄に使う才能がすごいな。すごすぎない、逆に。ワーリオタイム。で、7。これ右に曲がんのか。いや、それ待つ意味ないって絶対。上行くのか。だったら俺右側行くのありな気がすんな。落とすな、金を。この一瞬で金を落とすな。ちょ、俺ダブサイ使わせてもらうね、ちょっとデイジー。デイジー、俺金じゃねえや。サイコロ使わせてもらうわ。これ右行った方がなんか良さげな感じすんな。ちょ、一回一周してきた方が良さそうだよね。まあ、とりあえず数字ポン、5。まあ、でかくもないし悪くもない。5。ボーナス。何なんでしょうね、これ。10コイン。やっぱ7、7、7で揃うと30枚もらえるみたいに、ラッキーセブンなんだね。で、ちょっと待ちます。ルイージ意味ないのよ。で、ちょっと俺右行くね。ちょ、俺右行くわ。キャンディーはいかがですか？お右にぴったっすよ。よっしゃっせ、日曜日までありますよ。ちょっと待ってくださいね。これなんすか？ライバルチームを感電させ、コインを半分。いい気がすんな。一応買っとこうか。一応買っとこう。20コイン払うけど、それでも相手の金を半分にできるのはだいぶでかいぞ。相手の金が多くなったら使おう。とか言ってコンピューター勝手に使いそうだが。で、まあとりあえず、あ、ちょ、待って、3？ これ DK マスってなんだ？ちょ、DK マス行ってみていい？あ、DK マスじゃなかった！くそ！赤マスあったのかよ、見えなかった、ごめん！デイジミスった。まあまあまあ、そんな時もあるでしょう。急にでけえな。で、多分これ全額納品だろう。うわ、お前もビリキャンかよ。これは使っといた方が良さそうだな、あいつらに。でもこいつはどうせ納品すんだろう。俺も納品しとくべきだったかな、7コインのあなたのもの。多分全額だろう。なんで、こんな、脳死プレイなの？全額には程があるでしょうよ。でもこれあれだよな、結構な差もあるもんな。で、これ面白い仲間3個だろう。3スターだろう。50コイン以上入ったから。よだけ、コインの枚数が50枚超えたのにホテルが大きくなった。で、はい、スターゲットね。わおー。これもスターの数えぐいことになりそうだな。で、俺たちスターが0になったと。で、7、4、3、2、よぶねえな。金集めか。今ビリキャン使ってもあんまり意味ねえな。だったら俺たちがビリキャン使わないっていうより、俺たちがあれだな。金に使っとるのが2対2か。どうだろうな、これ。場合によっては積むな。場合によっては積むな、これ。何これ。赤テレサをやっつけろ、初めて見るやつ。ポインター系かしかも。ルールは、赤テレサを退治しながら親意識の中を進んでいこう。地下にいる大きな赤テレサを滝に倒れた方がチームの勝ち。パートナーと攻撃する範囲を決めておくと、これはちょっと効率よくて、俺がほぼ全部やるざるを得ないな。ほぼ俺が全部やるのを前提にしといた方がいいかもしんない。ただあっちは、やっぱマンパワーがすごいからな、あっち。俺がいくら一人で頑張っても、追いつけねえような気がする。で、あいつすでにマーキング合わせててそうだもんね。若干見づらいな、どこだ。おっとっと、ちょっとごめんよ。撃て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 。で、こっち行って、はい、こっち行った、はい、撃った撃った、オッケー、こっち撃つよ。撃て、オッケー、で、こっち撃つよ、はい、オッケー、撃ったよ。くそ、若干あいつの方が早いか。まあ、そうだよね、でも弱い、弱い一人いて、これなら十分じゃない、みんな。割と十分じゃない？早いな、あいつら現んの。で、こっち行く、で、こっち行くの、はい、こっち行くの、こっち行くの、で、こっち、当てろ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 、頑張って。で、こっち、俺も当ててないね、俺も当たってないの、オッケー。で、こっち行って、オッケー。あ、当たってなかったから、今俺がもうごめん。下に落ちんの、これ。下に落ちんの。落ちたね。どこだ？くそ、あいつら、ね、振り向くな、振り向くな。なんだこれ、なんだこれ、でけえな。ちょっと待って。おい、は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 い。やべえ、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 普通に数が、やばいよ、これ普通に間に合わねえんだぞ。普通に間に合わねえ。デイジー連打しろ、デイジー連打しろ、デイジー連打、連打、連打。デイジー連打よ、連打よ、連打よ。デイジー連打、連打。ちょっとたまに出すけど、はえぇ、ー、だがいいのか、お前ら。金が増えたということは、俺のビリキャンでてめえらの金なくすことできんだぜ。あまり舐めねえ方が身のためだぜ。
いや、このまま何？いや、俺たち閉じ込められてんのよ。よく見たら後ろでお化けに追われてない俺たち。まあ、ルイージマンションでもね、あれだしね。くそ、面白仲間ズがよ。こっち偶然カップルなのに。なんかやだね。まあ、正直あのミニゲームは仕方ねえと思わせてね。で、ビリキャンは使わない。まだ金に良いあれか。これどこ行くんだ？上か？なんでそっち行ったの？なぜそっち行ったよ。で、くそ、こいつらしかもちゃんと使うのかよ。腹立たしいな。くそ、ビリキャン。もうちょっとあいつらの金が溜まってから使いたいかもあんな。つうか、これ10コインなのか、半分だから。まあまあ、そんな多くない状態使われてよかったと言うべきだな。どうなんだろう、これ使った方がいいのかな、9か。あ、しかもこいつはこれ全額納品する気か。やばいな、こいつら考え方。くそ、これさすがに、チーム選択ってか間違えたかね、これ、コース選択を。このコースにおいて、弱いはマジで弱いかもしれない。で、ミニゲーム運だな。やばいな、こいつはしかも5個だろ、これでスター。やばいね、これはさすがに勝てるかどうかわかんねえ。15体以内に巻き返しができるかどうか、それに全てがかかってる。まあ、最初はね、あいつらに運をあげましょう。後半から巻き返す。で、金失ったな。失うもんなんもねえもんな。さて、どうするか。俺上に行くの間違いだった気がすんな。で、まあ、デイジャーこっち向かってるから、俺たちも、DK さん！うわ、後継者だよ。運転は、のこのこ。なんすか？おい、ドンキーが俺たち力貸してくれる。え、仮にコインを入れてくれるよ。どこに？ここに？何コイン入れてくれんの？ドンキーコング様のコインを、グーデンカブル様のコインに加えます。どれぐらい額入んの？金じゃねえか！現在のことは面白い仲間はそのままです。だったら全部ちゃんと買い超えるまで入れてくれよ。帰んな！二度と来んな！で、クッパマスに変わったわけね。なるほど、なるほど。で、あいつらは8位までいけえな。で、4、3、2、1って右が行くのか。だろうな。まだあっちが行ってねえもんな。で、あいつら金がまあ3コインしかねえ。これミニゲームに勝たるのは正直まずいな。行きましょう。サイコロ、4人用か。まあまあまあいい。4人用だったら、俺とデイジーどっちが勝てばいい。問題、ポインター系だったらまずい。ポインター系だったらちょっと勝ち目ないかもしんない。ここかよ。結構ここ来んな。だここの場合、強いプラス必ずと言ってるほど勝つんだよな。ほっといって、で、こっち、キーの、ほっといっての、まあ、とりあえず、先に進んでて、まあ、弱いデイジーには正直あまり期待してない感があるな。正直弱いデイジーにはあまり期待せずに行きましょうか。ワリオもやられてんな。で、これちょっとこっち行っての、で、ここ、踏んどいて、あ、落ちちゃった！いや、落ちちゃった！しまった！あいつを踏んだ時に、一瞬俺の背景と同化した気がする。くそ、これ、キャサリン失敗しねえかな。まあ、いざならデイジーがビリキャン使えばいい。デイジーがビリキャン使えば、あいつの金失わせれるから、それでいいだろう。実は弱いの俺なのでは？いや、帰れって言われたもんね、今。3?3 って何？あ、よかった、ちゃんとそっち行ってくれたね。で、ここ3コイン出した。で、悪いはこの先行くだろう。この先のなんか、よくわからんとこ行くだろう。7。ああ。なんか、ぴったりキャンディ出したら。これもう行ったろう。で、金全部納品すんじゃないのか、こいつ。ありえるな。全額こいつは納品やろうだからな。そう、ビリビリキャンディを恐れてるから、多分全額納品マンなんじゃねえかなと思う。こいつは全額すぐ納品するな。ホテルのオーナーが面白仲間ずに変わりました。何が面白仲間ずじゃ。確かに面白いわ。すげえな、お前ら。もう6枚目か。半端ねえな。これ、血統キャンディとかでもあいつらボコボコにするのが一番ベストか。で、下帰るのが。ただ3コインじゃ俺たち13コインで法廷追いつけないんで、とりあえず俺はコインをゲットしてな。いや、これビリキャン使うのは間抜けよ。OK、7。で、7で、上行きましょう。で、7、6、5、4、3。で、バサバサ！いいな、バサバサ。ギリ届かないんかい！これまさか、全時全部納品すんじゃねえだろな、次のターン。やめろよ。で、これ越すのか、あいつ。6、越したな。次は上に、そっちに行ったか。まあ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 、でもね。あえて俺金、でもなんかデイジーがこれ全部納品しそうじゃない？大丈夫かな？デイジーなんか全部あれ方納品しそう。3コインって。まあ、でもそれでね、奪えばいいから。問題次のミニゲームだな。次のミニゲーム次第。さっきのは勝てたな、正直。俺がね、弱かった。ごめん。コンピューターのデイジーが弱かったんじゃない？俺が弱かった。自分の弱さを認めた者が真の強者よ。じゃあ行きましょう。7スター目。差がすごいな、もうすでに。で、下行ったが。失うもんなんもねえから、恐れるものねえな、あいつら。
で、クッパマス止まったらどうなんだろう、金全部盗まれるのかな。それはそれでめ、うわ、2対2か。場合によるな。トーナメントバトルだったら俺が1体で全員片付ける。またペイントクリボー好きじゃない。まあ、いざこれで勝たれてもよ、みんな。ビリビリキャンディーという俺たちに切り札があるからね。それであいつらをビリビリにしみじみさせましょう。いきます。さて、問題はどうするかだな。これどうするかだな。とりあえず、あいつ全然打ってなくねと思ったんだけど、ちょっとこっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。オッケーオッケーオッケーで、こっち行っといて、俺がとりあえず動きまくって、あいつらをやるしかねえな。オッケー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 で、こっち行っての、オッケー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 で、こっち打っといての、オッケーオッケーオッケー。くそ、あいつ、打ちやがったな。オッケーオッケーオッケーで、こっち行ってな。あいつ、俺の行動を封じれば勝てるということに気づいたのかもしれない。オッケーオッケー、じゃあこっち行って。でのオッケーオッケーオッケーで、こっち行って、オッケー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 、こっち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 で、こっち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 で、ここ行って、ここ行って、やばい、凝ってる。ナイスデジー、アイムウィンナー、さすがだぜ。弱いってほぼ関係ないのかもね、意外と弱いと強いプラスそんな大差がないのかもしれない。そして今奴らにはビリキャンというものがない。つまり今はチャンス、全額納品するか、構わんぞ正直。ただ1コインぐらい取っといてほしい。何コインか取っといてほしいな。あと4コインだなとのものになります。何コインぐらい、全額やめてくれ。やめろっつったじゃん。散財女。散財すんな。スターゲットでも2個だろそこ。でもドンキーがいてくれたから、あれにかけるしかねえな。で、これでホテル2だろ。オッケー、20枚超えたので、オッケーオッケー、十分十分。てててれべてんてぺれてぺれてぺれててててん。ただ金がねえ。金がねえ。せめて金があれば。なんか金。1失ったら1なんだよな。でも相手失ったらもう決定で与えられてねえんだよな。下 ?3、2、1。ナイス金。ただ3コインか。ちょいとって感じだな。こいつら金ゲットし、なんかいっぱいできてくれりゃそこからバサバサで奪えるんだかな。どっち行った？下か。下強制か、ここ。5、4、3、2、1。3コインにバサバサ使うのはもったいねえしな。借金とかいうルールねえのかな。まあ、とりあえず、ちょっとあいつが散財したせいで俺たち使えないんで、ちょっと先進むしかねえよな。あと何コイン？ 3 コインだったらやれる。14コインだもんな。いや、いいです。だったら金取っときましょう。だったら俺たちはもう重む、目標はあそこですね。4、3、2、1。え？何？何？あのもの掘ってしまったから、これは君にあげるで。有能。20コインくれた。なんて有能なんだ。で、キャサリンスタート。で、5。もうお前らがミニゲームカード、金ゲットしたら俺たちは俺たちで、あれだからね。奪い去ればいいだけのことよ。いきます。ちょ、一番最初の銀行がもう近いね。いいぞ、いいぞ。意外と、関係ないのかもしれん。意外とみんな、これに大事なのはやはり金よ。やっぱ世の中金よ大事。うわぁ、今何時か。あ、これは正直負けても構わん。正直負けても構わんけど、全力を尽くします。多分、俺は左下ね。左下ね。左下が俺。左下が俺ね。間違えて右上とか言うなよ。急に変わるなよ。誰が誰か分かりづらいんだよ、これ。どっちだ?こっちか。オッケー。とりあえず全力で回して、オッケーオッケー、いいよいいよ。ちょっと待って、これ左にして、オッケーオッケーオッケー。で、ここら辺で一回止めて、オッケー、ぴったし！完璧じゃないか、今の。オッケーオッケーオッケー。で、次は。こっちか。こっちか。やばい、あいつは近いな、しかも。これ無理だな。これ諦めて次に行った方がいいかもしんね。オッケーオッケーオッケー。どっちだ？こっちか。オッケー。ちょっと待って。横に傾けて、の、オッケーオッケーオッケー。いいぞ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 。で、ここら辺で。ちょ、待ってね。ちょ、待って、あ、お前が、お前がやんの？お前がクリアすんの？すごいな、よく強いプラスに勝ったな、あいつ。ちょ、待って、てかなんかセンサーバーが反応してた。ちょっと、あ、これどっちみち間に合わない気がすんな。ちょ、待って、間に合うかな。あ、間に合わねえよな。いや、キャサリンが2手番取ってる。あいつら、あいつ悪いよ。こっちだな。オッケーオッケーオッケー。なんでこんな動かないの？オッケー、よし、オッケーオッケーオッケー。すぐに合わせた。すぐに合わせた。オッケー。で、これ正常に保たないといけない。まっすぐに保っとけ。傾けんな。オッケー。オッケー、よし、危なかった。よし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 。オッケー。デイジーが一回稼いでくれたのありがたかった。あいつ本当に弱えか。弱いのカバンをかぶった強いプラスなんじゃないのかあれ。だからよく見て後ろに時計震えてんだけど怖くね。閉じ込められてね、後ろルイージ。なんか閉じ込められてたよね、今。あれも怖えな。